はい、皆さんこんにちは、あちでございます。せんちゃんで太鼓さんですね。やっていきましょう。四国ですね。丸亀の町、入ったんでしょうね、私ね、これね。で、あ、そうだ、みよさんらに会っていきましょうかというのと、ちょっと私もね、若干野心が出てきましてね、あの弟子の大名で1個しか持って、1条しか持っていない人がいるんですけど、その人のところにね、人材バンバン集めようかなとかね、その人戦争っ始めないかなとか思っちゃったりしてるんですよね。無理かな、会ってくれなかったね。さあ、三好さん、これは香川元影さんなんですか。これはこう、川の家、河野家、どっちなんだろう。直轄、直轄。あとここ、あ、長宗我部さん、ちょっと見に行きますか。お、あなたは江村さん、人物情報。あ、低いね。江村近家っていうのかな。あ、近家だね。長宗我部家臣、吉田重利の次男、主君、国近、元近の近多いね二代に仕え、数々の、合戦で活躍してその有名を馳せた、ビンゴ森を称した江村、近間さんの娘を目取り養子となっては官位を継承する。このことからジップ重利は大ビンゴすごい名前だね。近家は小ビンゴと、小ビンゴ、と呼ばれるようになった。わかんないけどね、読み方はね、相変わらず。まあ話して、平太殿は号泣という技の使い手という話を聞いたことがあると。ありがとう。あ、いっぱいいるね、吉田さん。お、はて、その顔に見覚えが。とか、この人何？吉田高頼、長宗我部家臣のち、なんだいこれ、修子国近、元近の2代に仕えた、国近の妹を目取り、その片腕として活躍する。69歳なんだけどね、この人ね。自由兼備の将として、権謀術を駆使する一方でいいのかな。初戦をこ、初戦に武功を挙げ、弟重利とともに、主家の勢力拡大に貢献した。あ、文武両道なんですね。まあ武力それなり、まあまあちょっとそれなりだね。じゃあお茶しますか。あ、かろうか、そんぐらいの人かな、ひょっとするとね。あ、えらく喜んでくれてない全然くれてないわ。キラーさん、はてと、また来ましたね。お、能力いいじゃない。キラ近さだ。長宗我部国近の次男、元近の弟、土佐の豪族キラ家の養子になり家督を継ぐ。豪殺かつ知略に富んだ武将で、兄元近の片手として土佐統一に貢献した。土佐一条家滅亡後は中村城代となるが、間もなく病死。76年から41年、35歳しか生きてないっていうことかな。22歳ですね。あ、お茶ね。お、ありがたやと。おお、まあまあ、ぼちぼち。手合わせできるかな。お、いいね。できましたよ。さて、あ、槍か。これはガンガンって突っ込んでいくべきだね。おいて。痛いけど、技来たら終わりだね。あ、終わった。技も来なかったけど終わった。あ、病気になりましょう。お、竜蔵寺家滅亡って今出ましたかね。じゃあいい、ちょっと薬注入しましょうね。総人丹、ほいっと。でお次は、加曽我部近安宅っていいかな。はて、おお、はてってなりましたね。あ、ほい。あ、高宗我部か。これ前の、確かそうだね。助さんの時も高宗我部って言ってたような気がするね。長宗我部、長宗我部家一門、国近の三男、元近の弟。阿波を転戦し、あ、能力すごい。阿波を転戦し、中富川の合戦でいいのかな。あ、これな、これなんていうんだっけ、蘇豪っていうんだっけ。有安
軍を破る、もう分かんねえや、など兄、元親の四国統一に貢献した一方で、宗家の外交を担い、使者と承諾に赴いたり、秀吉皇位の交渉に当たったりもしていると。そうなのね。お、これは素晴らしい茶だと。そうでもなかった。ああ、一個ついたね。できるかい？ああ、会ってくれなかった。お、今度、長宗我部さんね。はって言ってこなかったね。吉田さん。お、もうどなたかなと。おお、噂のと。お茶飲んじゃった、さっき。あ、喜んで。お、同じ道を歩んでおればの。お、すごい。すごい相性いいんだ、この人は。長宗我部、吉田重俊、長宗我部家臣、高頼の弟、通称は大ビンゴ。あ、この人が大ビンゴって言われた人か。国近元近の2代に仕えた兄貴国虎との戦いでは、跳躍を用いて安芸家中を内部崩壊させ勝利に導いたという。地方に秀兄高頼と共に主家の流星に大きく貢献したというのかな。もう本当に出てくる字がみんな読みにくいわ。あ、でもそうでもないんだね、能力はね。まあほんで手合わせしてくんないと。あ、この至近距離か。あ、勝っちゃった。弟子なんない、弟子にはなんないね。竹本さん、お、坊さんだ。あ、何この一辺倒な。あ、まあ統率とか武力がないんだね。長宗我部家臣、あ、竹本デラヒユデラヒューじゃなくてデラヒューね、きっと、長岡郡滝本寺の住職、長宗我部元親に仕えた真言宗の僧、学識に優れたため重用され、内政外交に参加し活躍、また法令や文書の多くを起草している。毛利の暗黒寺、えけでいいのかな、あらと合わせて一対坊主と称された。あ、合わせてなんで、この人はこれじゃないんでね。この暗黒寺英景ってひょっとしたらひょっとしたらあのゲームになってなかった、カプコンのねえのゲームのキャラクターになったような気がせんでもないんだけど、英景って言われてましたけど、その人ね。じゃあお茶しましょう。はい、おお、素晴らしいと。素晴らしくなかったんだね。いや、違うね。この人だね。あ、会ってくんないか。谷中さん。おお、会いましたね。お茶。おお、喜んで。ここの人みんな喜んでくれるね。大して上がんないけど。手合わせね。この距離だったら、傷薬を使いましょうか。おいしょ。おいしょ。はい。あ、なってくんなかったね。あ、吉田さん、ちょっと風邪、あ、引いたかな。あがほが申し訳ないが診察しましょう。腕がしびれて。腕がしびれては万能薬しか思い浮かばないんだけど。そこそこか。何だったんだろうね。で、ちなみに私は、あ、なんとか、名声5個あるね。早く6個にしたいですけど。さあ、中島さん、あ、会えない。福留さん、会えません。お、はってと。うん、まあまあ、うん、ぼちぼちだね。福留近政さん、ほんと近っていう字が多いね、ここらへんね。長宗我部家臣、当主、元近の中から一字を賜りと。ああ、で近政かと名乗る。家中随一の猛将と言われ、その武功に対し21回の感情を受けたという。安芸国虎の来襲を貨幣で迎え撃ち、数十人を討ち取って見事撃退した話は、福留の荒切りとして後世まで語り継がれた。そうなのね。お茶しましょう。あ、いけるかな。弟子になってくんないね。なかなか弟子になってくんないです。はい。よいしょ、こんなもんかな。一撃でしたね。センちゃん強くなったね、本当に。本当強くなったね。あ、留守ですね。江村さん。はって言ってこなかったか。おー、いないですね。じゃあ大名さん会いましょうか。
さすがに四国は弱いね。誰ともカード持ってないね。はてその顔に。おお、長坂部国近さんですか。59歳大名。長坂部国近、ああなかなかいいね。長坂部20代当主、元近の父、6歳の時父、なんだこれ、金ん金なんだが戦死したため一条ボケもういいや下で養育される長寿で居城に復帰した後、土佐平定を目指して積極的に領土を拡大。土佐最大の勢力を有していた本山家の軍勢をも破竹の勢いで破ったが、突如兵を引き上げて急死した。そうなのね。何この人56で死んでるってことは、この人寿命以上に生きてんだね。ああはい、おっちゃんね。なるほど。あんまり、いやダメよダメ。はい、じゃあこれで、はい、裏戸の町ね、座でね売っちゃいましょう。売却ね、陶磁器24巻いいですね。はいはい、たで購入ね。何がいいんだろう。あ、愛さんか。愛18巻で買っちゃいましょう。はいはいはい、とで民家いません、宿屋。はい、あらもしかしてと、いいえと、まあ、旅人ね。二坊城、あ違うね、読み方なんかだかわかんない。ああまたこの人かい二俣城だ今川さんね。はい、ありがとう。じゃあね、あ酒場に行くの忘れてましたね。酒場、はい、いらっしゃいと。千さんではっとね、酒飲みましょう。炭酒だけもらっていきましょうか。10個ね。はいはい、あ誰か来てたけど、まあいいや。さあ三好さん、あここ長宗壁さんだね。あとはこっちかい。あ一条家ね。あ戦いましょう。これやられたら全部持ってかれもんね。ちょっと防御力上げましょう。よいしょ。はい、で今度はここ、はい、で、あそうだ、火使えない。あ月夜まだ使えないね。ちょっとこの辺でいかが。はい、火強すぎるっとね。よいしょ、ぶけたくね。あこの人か、秋国虎っていうのは。はてと、なんか兜でかいよね。秋国虎、土佐の豪族、秋城主、土佐七雄の医師で、自身も豪威で知られる長宗我部元親の居城、土佐岡豊御城への、招請を断り、元親と戦う。しかし元親の謀略により家臣団が内部放火を起こして敗北、降伏して自害したと。能力低いね。お茶しましょう。お、とても喜んでくれませんでしたかね。いや、できるかな。できませんでしたね。門前払い食らいました。はてと、あ、この人覚えてる。この人なんだっけ、土井蔵さん、土井蔵さんね。これさんって読むんだねで、これ蔵は読めないけど、そうって読めるからね。土佐一条家臣、筆頭家老として重きをなし、その地位は近隣にも聞こえた。宝刀三昧の主君、金貞に対し度々還元するも、金貞の歓喜を破り手打ちに遭うと。おお、そうなのね。これを機に一条家臣団の不信感が一気に踏むかまれて、金貞は国外に通用されることになったと。魅力高いね。何の用かな、お茶しませんか。おお、これはと、あ会える、あ会えましたね。手合わせできますか。はいはい、150戦やってますね私ね。よいしょ。おこれはまずい。あ勝った。あ弟子にはなんないか。はい、本山さん、井岡さん、はてと、あ、頼岡か、井岡と読まないか、頼岡佐京さん、
超速は別過信、能力は全然だね。トサ、国士一条家に仕えていたが主家の、内紛を逃れ超速は別家に鞍替えする。伊予北の川城攻めで敵将を討ち取って名を挙げた。織田信長への使者を務めた時本能寺の変に、あったんだね。何これ、なんていうの、異偶子でいいのかな。情勢を元近に報告する。後のビンゴと、都知川合戦で討ち死に。たまらんわね、本能寺の変に遭遇するとか、じゃあお茶しましょう。はい、いけるかな。あ、ダメか。じゃあね、三好さんどうだったんだろう、結局。三好さんの大名、抹茶ま、抹茶ま、あ、今治ね。今治までは行かなくていいか。あれ、どこなんだろう、ちょっと調べましょう。あ、じゃあね、ちょっと時間がいいですね。というわけで、この辺で終わっておきたいと思います。せんちゃん、終わっておきます。どうもありがとうございました。